ポケットモンスターポケットモンスターか、緑ポケットモンスターファイアレッドリーフグリーン。ポケットモンスターファイアレッドリーフグリーンは、2004年1月29日に、株式会社ポケモンから発売されたゲームボーイアドバンス用ロールプレイングゲーム、ポケットモンスターファイアレッドと、ポケットモンスターリーフグリーンの総称である。この項目では、ポケットモンスターファイアレッドと、 ポケットモンスターリーフグリーンを扱う。ポケットモンスターファイアレッドとポケットモンスターリーフグリーンは、ポケットモンスターの一作目である、ゲームボーイ用ソフト、ポケットモンスター赤とポケットモンスター緑のリメイク作品であり、赤、緑と同じく、最初のポケモンは不思議だね。人影、ゼニガメの3匹の中から選び、関東地方及び追加マップの七島を舞台に、 冒険を進める。パッケージを飾るポケモンも赤、緑と同様に、ファイアレッドがリザードン、リーフグリーンが不思議花であり、ロゴの赤、緑の部分に炎と葉が偏られている。基本システムはルビーサファイアに準拠し、新要素の追加とそれに伴うセリフの追加やごく一部の修正といった点がありつつも、シナリオ、セリフを含めたテキスト、 トレーナーの使用するポケモンの種類、登場するポケモン、マップの構造はほぼそのままで、オリジナルである赤、緑に非常に忠実と言える内容になっている。ファイアレッドとリーフグリーンの違いは、元となった赤と緑の違いに準じているが、若干のアレンジが加えられている。また、本作で新しく追加されたエリア、七島ではポケットモンスター金、銀で、 初登場したポケモンが生息しているのが特徴である。GBA のポケットモンスターシリーズに収録されているポケモンは全386種類であるが、本作のみで入手できるのは関東地方のローカルな図鑑である関東図鑑に分類されるポケモン全151種類のうちの150種類と金、銀で初登場したポケモン100種類のうちの61種類とそうなのを 合わせた212種類である。赤、緑、青、ピカチュウには存在しなかった全国図鑑ナンバーワン52以降のポケモンは、電動入り後にポケモン図鑑をアップグレードするまではゲーム中、該当のポケモンが出現する場所に行くことができず、入手することも見ることもできない。また、通信交換で連れてくることもできない。例えば、 関東図鑑に含まれるナンバー42のゴルバットは夏木旅が一定値に達すると全国図鑑に含まれるナンバーワン六十九のクロバットに進化するが全国図鑑入手前では進化が突然止まる演出が入り進化することができない全国図鑑を完成させるためにはルビーサファイアとエメラルドやポケモンコロシアムポケモンエックスディアの旋風ダークルギアとの 通信交換が必須であるが、前述の通りポケモン図鑑を全国図鑑にアップグレードした上で電動入り後のシナリオを最後までプレイし、本作以外のソフトと直接通信交換するための条件を満たしておく必要がある。ルビーサファイアエメラルドと同様に赤、緑、青、ピカチュウ、金、銀、クリスタルバージョンとの通信は一切できない。ルビーサファイアの ゲームシステムがベースになっている。基本的には赤、緑とほぼ同じ内容だが、伊豆諸島や小笠原諸島をモデルとした七島を舞台にしたシナリオが追加されている。七島に登場する人物が新たに追加されている。クリア後に登場するこの島のロケット団の幹部二人が赤、緑の続編にあたる金、銀及び本作の続編にあたる金、 銀のリメイクである、ハートゴールド、ソウルシルバーに登場するロケット団幹部のアポロとアテナと同一人物と取れる描写がある。さらにこのロケット団に関するイベントで、金、銀のライバルがロケット団ボスの榊の息子であることが初めて示唆されており、ハートゴールド、ソウルシルバーにて、これが事実であることが判明した。赤、緑にはなかった、七島が新たに加えられている。 地理的には関東の南に位置する。七島は一の島から七の島を中心に構成されているが、その名前は作中の島々が7日にしてできたという伝承に由来していることが登場人物の会話から明らかとなっている。あるマップでは展示で書かれたテキストも存在し、同じく展示が登場する公園地方とは何らかの関連性が伺える。 関東地方の南の海上という位置関係や島の形状から伊豆諸島や小笠原諸島をモデルにしたと推測でき、七島という名称は伊豆七島に由来すると推測できる。2004年4月17日から7月16日の間に販売された劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーションリツクーの訪問者でオーキシスの特別前売り券に付属していた引き換え券と道具、 オーロラチケットの不思議な贈り物の引き換えキャンペーンが同年の6月19日から8月31日の間に実施された。七島のすべての島に行くために必要な道具、レインボーパスを入手した後にこのオーロラチケットを持った状態でクチバシティの港に行くと特別なマップ、誕生の島に行くことができ、ここで幻のポケモン、デオキシスを捕まえることができる。 デオキシスは、ファイヤレッドでは、アタックフォルムと呼ばれる、攻撃と特攻が極端に高いフォルムに、リーフグリーンでは、ディフェンスフォルムと呼ばれる、防御用と特防が非常に高いフォルムになる。フォルムと覚える技は、カートリッジのバージョンごとに固定されており、通信交換で、ルビーサファイアに送ると、アタックフォルムよりは、バランスの取れた能力のノーマルフォルムに、 エメラルドに送ると素早さが GBA シリーズに登場するポケモンの中で最も高いスピードフォルムに変化する。どのフォルムでもバトル中ではノーマルフォルムで表示されるため見た目だけでは実際の相手のフォルムを判別することはできないがカートリッジのバージョンですぐに分かってしまうという欠点がある。ダイヤモンドパール以降はソフトのバージョンによらず任意で フォルムチェンジをさせることができるようになっている。エメラルドにも、この、誕生の島のイベントは収録されているが、オーロラチケットが国内では配布されずお蔵入りとなった。2004年7月17日から8月15日の間に、各地で開催された、イベント、ポケモンフェスタ2004では、道具、神秘のチケットの、不思議な贈り物が、ワイヤレスアダプタを利用して、本作と、 エメラルドに配信された。この神秘のチケットを持った状態で船着き場に行くと、特別なマップ、へその岩に行くことができ、そこで伝説のポケモン、ルギアとホウの両方を捕まえることができる。なお、この2匹は、本作からプラチナまで図鑑の完成には、必要がない幻のポケモン扱いとなっている。h t t p w w ドットコム、ゲーム4024ポケモンファイアーレッドリーフグリーンバージョンポケットモンスターファイアーレッドリーフグリーンポケットモンスターオフィシャルサイト株式会社ポケモン2015年6月20日閲覧杉森県ツイッター2017年8月17日閲覧ファミ通書籍編集部ポケットモンスターファイアーレッドリーフグリーン全国大図館エンターブレイン 2004年6ページ。ISBN 9兆7847億57719200。ありがとうございます。